ドミンゴス、中村長八は、明治時代から昭和戦前期にかけて活動した、日本人のカトリック司祭、長崎県の五島列島出身、奄美大島での26年間の死獄を経て、17年間に、渡りブラジル在住の日本人移民、日系人の死獄活動に取り組んだ。初の海外派遣日本人宣教師であり、生前にすでに、生ける聖人と呼ばれていた。 1938年、教皇ピオ11世より、大将グレゴリオ勲章を受賞する。1940年3月、鹿児島市教区の首都管理に任命されたが、その通知が手元に届く直前に、ブラジルにて死去。2002年より、列腹調査が始まった。現在、日本人、または日本で活動した人物のうちで、列腹調査が進められている、数人の一人である。 列服されれば、初の殉教者でない、日本人聖人となる。後藤市福江島の道崎教会には中村についての資料が展示されている。他の呼び名は、中村神父、モンセニョール中村、ブラジル日本移民の死と、日本移民の心の父、パードレ中村、モンシニョール中村など。中村氏が一人で担当していた地域は、サンパウロ州、マットグロス州、パラナ州、 そしてミナスジェライス州南部の K4 州だった。彼は約60キロもあるミサ店所や石の祭壇、その他のミサ用品を入れたトランクと私物を入れたトランクの二つを持ち歩いていました。たった一人であっても10キロメートルやそれ以上も訪ねていったのです。広大な荒野に散在した日本人家族を振り分けにお方に徒歩や馬で巡回、時には野宿して毎年9ヶ月は 旅に暮らした。それまで日本人を邪教とししていたブラジル人からも聖人としたあれた。ブラジルでの17年間の宣教活動中に1750名に洗礼を授けたという。神よ、あなたは限りない慈しみをもって数多くの恵みをあなたの僕ドミンゴス中村長八神父に与えてくださいました。彼は牧者、旅する宣教者として隣人への愛のため、 遠い童貞を厭わず、福音の奉仕と人々の会心と魂の救いのために何百の村落をめぐりました。彼の謙遜、製品、労働の模範にあやかる望みを私たちのうちに燃え上がらせてください。信仰と希望と愛徳を増し、私たちが強く望んでいるお恵みを与えてくださいますように。アーメン。ABC 用シペドロチョ、水野はじめ役、ドミンゴス、 中村長八神父、ブラジル日本移民の使と、聖母の騎士者、新谷光アルベルト、ブラジルの日本移民とカトリック教会の社会的、役割、移民研究年二21号、P119 から137、後藤の誇り、中村長八神父、オラショ心旅、オラショ .jp、2018年4月15日閲覧、1940、 newsaints.faitweb.com2018 h、w e、B. Com 2018年4月15日閲覧カトリック中央協議会カトリック中央協議会2018年4月15日閲覧移民信者を救った徒イコール中村長八神父の本出版ブラジル知るなら日経新聞ウェブブラジル知るなら日経新聞ウェブ http://www.nikkeyshimbun.jp:/2008/081206-73COLONIA.html2018 年4月15日閲覧。カトリック、道崎教会長崎史跡案内天井の青。 nagasaki.tenjounoao.com2018 年4月15日閲覧法人主催の相次ぐ誕生2018年4月15日閲覧日本人初の海外派遣宣教師の成果などを訪問長崎後藤クリスチャントゥデイ、2007年12月7日 2018年4月15日閲覧。中村長八神父。www.bizpoint.com。br2018 年4月15日閲覧。日系移住者とキリスト教。revito.web.fc2.com。2018年4月15日閲覧。 http://k-a-i-g-a-i-senkyo.jp スラッシュ hp スラッシュレタースラッシュ089スラッシュ892 html k-a-i-g-a-i-senkyo.jp 2018年4月15日閲覧ありがとうございます